はい、すみません、お待たせいたしました。それではですね、担当者の質疑応答を始めたいと思います。ちょっと多くの方いらっしゃっているので、お一人様ですね、一問ということにさせていただきます。手を挙げていただいてですね、所属氏名おっしゃってからですね、質問の方をお願いしたいと思います。向かって左側2名がですね、JR 東日本で、向こう3名が KDDI になります。それではご質問ある方どうぞ。はい、それでは。東京新聞の加藤ですけれども、この高輪地区への継承という部分について、もう少し詳しく教えていただきたいと、今回初めて公表される内容かどうかというところと、これまでさまざまな経過があったと思うので、そのここまでの経過を踏まえて、計画、こういう計画、どういう計画が立てられたかというのを詳しく教えていただきます。ご質問ありがとうございます。今回の高輪地区というのは記載については新しい情報ではございませんので、我々今までですね、まちづくりを対外公表する際にはですね、地区邸と共にまちづくりを進めるということを謳ってまいりましたので、今回もですね、同様の趣旨で記載をさせていただいております。はい、よろしいですか。はい、それでは真ん中で、はい、日刊工業新聞の梶原と申します。よろしくお願いいたします。KDDI さんの記載がいいかなと思うんですが、このような街全体こういったデータ分析をするというのは、御社ではこれまでどのようなことをやっていたのか、また世界と比べてこうどういった規模感なのか、そのあたり教えてください。よろしくお願いいたします。ご質問ありがとうございます。KDDI の星名です。今まで弊社ではですね、高橋のプレゼンでもあったんですけど、分野ごとにデータの利活用をしながらデジタルツインを形成して課題を解決するというのは数多くいろんな自治体様、企業様とやってきております。ですが、町丸ごとっていう規模でやっていくというのは今回初めての取り組みでありますし、他の世界を含めてもしっかりここまでデベロッパーというか JR さんのような不動産側とこれだけしっかり一からこう作り込んでいったというような事例というのはあまり類を見ないのかなというふうに思っています。やはり既存にある町に対して入れるというのは非常に難しいというのは世界的にもありますので、今回グリーンフィールドという形で更地からこうしっかり作り込んでいくというのを2社でやれるというのは世界でも非常にいい例ではないかなというふうに思っております。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、それではこちらの不動産経済研究所の伊集院と申します。よろしくお願いいたします。基本的なところで恐縮なんですが、町全体でのマック号棟のオフィス部分だったりホテル部分だったり住宅棟の賃貸レジの個数だったり、その辺りその壁と面積でしたり個数、その規模感というところを教えていただきたいのと、あとデータ活用と住宅等のところの連携ですね、どういったことが考えられるのかというところを教えてください。規模感、そうだね。まず規模感の方は手元の方に、基本データ表のようなものですね、お渡しさせていただいているので、ちょっとそれをじゃあこちらを皆さんにお配りをしているので、はい、この中にいろんなさまざまなデータが書いてあります。ちなみに個数でいうと、時間の個数でいうと約800で、ホテルの客室でいうと約200室、という形です。そうです、はいはい。オフィスの延べ床はちょうど7万坪になります。はい、3階区です。はい、1から4階区の全部ですね。はい、住宅棟と、はい、データです。はい、データ活用の、はい、はい、住宅棟の中のデータ活用はまだ検討中でして、今後また公表の機会をいただいてお知らせをいたしますけれども、今考えているのは住人の方々の日々 この健康を管理していくようなそのデータの集め方ですとか、あるいは住宅の中でもですね、未来の暮らしを体験できるようなさまざまな仕掛けをですね、用意をしておりますので、今日この場合またお話していきたいんですが、またの時間ですね、詳細については、公表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
その他ございますよ。では日経ビジネスの杉山です。ありがとうございました。ジガルさんの方にご質問なんですけれども、昨年のソフトバンクの社長さんも大田区竹芝の方でソフトバンクさんと GX で組まれてスマート資金のこの連携をという話があると思うんですけれども、このあたりについてKDDA さんとも年をとかということでご説明いただければと思います。ご質問ありがとうございます。竹芝エリアでは私たちウォーターズ竹芝という複合棟を今運用しておりまして、今現在ソフトバンクさんに入居されているポートシティの方ですね、と今連携施策を実施をしております。そういったですね、地域ごとにデータの利活用というのも考えておりまして、この高輪ゲートウェイシティについては当社としましてはですね、KDDA さんと一緒に取り組んでいくと、ただ最終的にはですね、いろんなデータ利活用を考えるにあたってですね、このキャリアさん同士でですね、連携をしていただくということも視野に入れながら、いろんなですね、キャリアの方々と引き続き、先ほどオープンなデータプラットフォームという話もございましたけれども、そういったものを構築をですね、いろんな複数の事業者の一緒になって進めていきたいというかなと思います。ありがとうございます。はい、その他ございますでしょうか。はい、じゃあこちらの、はい、日経アーキテクチャのグラインドと申します。事業者に出てきたのですが、かなり国内で大きな開発が必要ということで、今すでに着工中だと思うんですけれども、建設中のデータ収集、建設技術に関するデータ収集をしているとかというと、あとこれから始める2期、品川の連携みたいなところの工事でそのデータを活用するんですとか、そういった側面があるというふうにお聞きしています。ご質問ありがとうございました。建設中のデータ収集につきましては、弊社側の方ではですね、今主体的に行っていなくて、それはゼネコン様ですね、各社の方でより業効率を高めていただくような、そういう利活用していただいております。で、だから今回ですね、建設中のデータ活用に関わるだけではなくて、これだけの規模の計画をですね、工期通り、もしくはコストを管理しながら進めていくというノウハウにつきましては、次の将来の開発につきましてもついて弊社として利活用していけるというふうに考えています。建設のデータについては今JR さんがおっしゃっていただいた通りなんですけど、ちょっとずれるんですけど、建設中でまだ街が出来上がる前という意味では、設計図面から 3D の都市モデル、ビルですとか屋内外のモデルを作りまして、そこの、今時点では予想される人流データを使ってシミュレーションをすることで、機場で立てた防災計画がどのような課題が潜んでいるのか、先にどうやって計画をもっとブラッシュアップできるのか、こういう取り組みは実はもう昨年と一緒にやらせていただいて、いくつも課題が見つけられているというような状況になります。はい、はい、その他ございますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。日経 BP の野々村と申します。すみません、先ほどの回答で、KDDI さん側にちょっと質問させていただければと思うんですけども、先ほどの回答で、既存の街だとデジタルツインが難しいというふうなお話があったんですけど、ちょっとどういった点が難しくて、ちょっと今回こういうふうな新しいチャレンジができることができるよってちょっと踏み込んでいただきたいのと、すみません、大変よく分かってないのが、バーチャル渋谷とかも御社やられてると思うんですけども、やっぱそこら辺と比べてやっぱ街丸ごとでやるところがやっぱ全然違うのかなというところを、ちょっとこの2つの比較ちょっとおっしゃっていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。はい、まず最初の方の話なんですけども、データをこう集めると、簡単に一口で言っても、例えば防犯カメラのデータというのは防犯用途で、その名の通り防犯用途でしか使えないというシステムで閉じられているというのが一般的な設計なんですね。そこからじゃあ横からデータ抜けばいいじゃんっていうわけにも実はなかなかいかなくて、そういうことを分野をまたがってデータを活用するというのを前提とした初期設計から入ったものっていうのが非常に大事だと思っているのが1点。あとはそのデータを出していただける、人々に対するこの説明っていうのも、もともといる方々に対する、文化とかも含めたところからですね、
説明をしていくっていうことよりも新しく、まあ、形成される世界観の中で、説明していくっていう方が、まあ、比較的、簡単などっちも簡単とは言わないです、はい、っていう感じです。あとはバーチャル渋谷もですね、我々メタバースの世界の中バーチャルの中だけでやるっていうような戦略ではなくて、ちゃんとリアルの渋谷の街と連動させたっていうところについては今回の高輪もまた同様なのかなというふうには思っています。なんですけど先ほどの最初の言葉と一緒で渋谷ももともとあった街っていうよりなのでそれがより紐づいて、施策が立てられるっていうのが今回高輪の大きな強みだと思っています。あとさちょっと1分だけ柏の葉のスマートシティとかだと、まあ、ドットトゥドットみたいなデータの連携基盤みたいなのが出てると思うんですけども、まあ、今後個人情報を紐付けするにあたっては御社でもなんかそういったデータ連携基盤みたいなものは準備していく、それは KDDI でやっていくという、はい、KDDI の方の都市 OS の中の一機能的な形でやっていこうと思ってますし、いわゆる都市 OS って生のデータをこうなんか流通させるみたいなイメージなんですけども、それを相手が使いやすいように分析した形でデータから意味や生きた情報に変えてこう流通させるような、まあ、そういったことまで考えたりしております。わかりました、ありがとうございます。はい、その他よろしいでしょうか。よろしいですかね。はい、ありがとうございます。この奥ですね、展示コーナーなどもございますので、時間ある方でですね、ご出題いただければと思います。それでは以上で質疑の方を終了します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。